アルジオーネ SVX は、富士重工業が1991年9月に発売を開始した5人乗り内いし4人乗りにドアクーペタイプの普通乗用車である。本項目では、日本国外モデルのスバル SVX についても記述する。キャッチコピーは、遠くへ、美しく、500マイルズ、A で。製造は、富士重工業群馬製作所本工場で行われていた。 先代のアルジオーネがプラザ合意による急激な円高で販売コンセプトが大きく迷走したこともあり、北米市場で活況を示していたパーソナルクーペ市場をターゲットに投入された。メカニズムは先代から大きく一新されており、直接のつながりはない。主なマーケットを北米としていたこともあり、発表は日本に先行してデトロイトショーで行われた。国際性のある。 グランツーリスモと位置づけ、開発のポイントとして、先代の高い空力性能は引き継ぎつつ、長距離を快適に走ることを目指した。イタルデザインのジョルジェット・ジュージアーロによるエクステリアデザインが大きな特徴であり、当初のデザインスケッチやモックアップの段階では、リトラクタブルヘッドライトが備えられていたが、市販モデルでは、窓ドイ・タデザインによる固定式となった。 グラス2グラスのキャノピーはミッドフレームウィンドウを日本で初めて採用している。これはドアガラスがルーフ面にまで回り込む形状であることからサイドウィンドウ全体を開閉できないため一部だけを開閉するようにしたものである。3.3リットルという中途半端な排気量は車の性格上パワーを追求するものではないため 自然吸気のフィーリングの方がふさわしいという理由によるものだという。前述のグランツーリスモというコンセプトの位置づけに習い、トランスミッションは4速 AT のみの設定となった。しかし、このトランスミッションは、レオーネオベースとしたため最大許容トルクが小さく、不具合に至りやすいという欠点があった。後年、同メーカーのインプレッサの5速、 または6速 MT に改装するカスタマイズを行った例もある。駆動方式も日本国内では 4WD のみとなり、先代モデルに存在した FF は北米仕様のみの設定となった。形式はバージョン L が CXD、北米仕様限定の FF モデルは CXV、それ以外は CXW。意欲的なスタイリングコンセプトとメカニズムを持った。 同社であったが、車体価格も312万円439.4万円とハイグレードであり、日本での販売は、バブル経済崩壊期と重なったこともあり、苦戦を強いられた。また、発売当時は、スバル自体のブランドイメージが、高級車市場で、まだ周知されていなかった点も挙げられる。百九十七年九月に製造終了、百九十七年十二月までに、 販売終了となった。販売期間中の新車登録台数の累計は5944台。直接の後継車種はリリースされず、アルシオーネ SVX の販売終了後、スバルのクーペ専用車種は BRZ まで存在しなかった。アルシオーネは、スバルに属している構成であるオウシザイータ製の名前、アルキオーネにちなんでおり、スバルのフラグシップであることを表している。 SVX とは、スバルビヒクル X の略。スバルが提唱した、グランドツアラーを象徴した呼び名である。90年代国産車のすべて、三営書房、70ページ黒川商品本部、主寛団1992年6月当時当時は、スバル 4WD に搭載可能な多段 AT が、存在しなかったこともあり、本社に限らず大廃棄量 AT 車は4足の、 設定が多かった。スバルアルシオーネ SVX 名車。名車特集からちょっと懐かしい名車たちには。画像、http://gazoo.com スラッシュアーティクルスラッシュ MEISHA 懐かし、121025HTML ハット、アルシオネ SVX。トヨタ自動車の車情報サイト画像、トヨタ自動車株式会社。 2019年12月31日閲覧。アルシオーネ SVX のカタログ。中古車ならカーセンサーネット。リクルート株式会社。2019年12月31日閲覧。AAB デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社第78号 p さん、ありがとうございます。